まあ、今回このようにですね、第一線という形で入校していただいたことを本当に嬉しく思っているところであります。なじむまだまだ発展途上の港でありまして、力を合わせて本当に荷物を増やし、そしてまた船便を増やすという、まあ、そういう努力をこれからも進めていきたいというふうに思います。観光も含めた多角的な利用も今考えていますけども、やはり基本となるのはこういうのは物流の要としてのひたちなか港ですから、そういった役割をですねしっかりと我々もあの認識していますし、いろんなあの関係業界にもですねよくあの理解をしていただけるという意味でも非常に私大きなあの第一線だろうかなというふうに思います。